い、皆さんこんにちは、浦川です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお在庫確認、カスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、ウィルプロ電動ガンマイクロミニガンジャパンバージョン M134 ガトリングガン、通称ミニガンを彷彿とさせるマイクロミニガンをモデルアップ。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、全長が 575mm、 高さが 200mm、バレル長は 220mm、 重量は 3310g、 これは空のマガジン、バッテリーを含む実測となってます。弾丸は 6mmBB 弾使ってください。動力源は 11.1V、 サンセルリポバッテリーがこの T 型端子でこのグリップのところにね入れることが可能です。結構ね大きめに作られてるんで、このグリップが中がね結構な大きさのやつまで入るかなっていうところです。装弾数は1200発、可変ホップアップシステム搭載、クルオート連発発射のみの電動ガンになります。ミニガンを究極までにスケールダウンし、片手で扱うことが可能なサイズとなっていますということでね、片手で持ってこんきゃんね、できなきゃないけどね、両手の方が楽かな。ということで、秒間35発程度とコンパクトなサイズからは、想像もできないような圧倒的な制圧力を発揮することができます。でキャリングハンドルにはこれ 20mm レールがね、ついておりますので、まあ、いろいろなね、広角機器をつけることも可能となります。さらにその前後の周辺には QD スリングホールがね、ついてますね。こっちとかな、はい、こことここが、はい、ついてますんで、ここにね2点のスリングとかをつければ安定してキャリングすることができるようになります。で5本の重心ということでね、はい、最もねこの大きな特徴である5つのバレルが回転することで BB 弾をばらまくことができますということで、ちょっと今ね回してみますか。今空打ちね、はい、いきます。はい、でこれはね回転した重心が12時のあたり、ちょっとこっち側かな、こっち側のあたりで弾が出るみたいですね。でこれ各バレルごとに芋ネジによりホップ調整することができる仕組みとなっております。であとこれね、1200発のマガジンということで、よいしょ、こちら、はい、円筒型のね専用マガジンの装弾数は1200発となっていて、本体で装着するとマガジン基部のゼンマイがこちらですね、はい、自動に巻き上がることで発射されるということで、こう手巻きでねやる必要がない、非常にストレスフリーな設計となっておりますね。これねマガジンはで、こちらねつまみながらこうねミャ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 ーンと出てきて、ただただここに弾をギャーッと入れて、でこれ横がね一応こうメモに見えるかな、はい、なんでどのくらい入ってるかね分かるんですけど、これ弾を入れてもらってこのままガボガボガボってこうはめるだけで、もう完了です。で後ろからこう引っ掛けて前をカチッと押してあげると、これでもう装着完了と、非常に楽ですね、はい、で一応サイトはねこのレールのところにこの溝とフロントサイトが一応ついてますけど、まあ光学機器ね乗せた方がまあしっくりかっこいいのかなって気はしますけどね、まあ、このままでもまあ全然、うん、楽しく打てるんじゃないのかなと思います。でセーフティーセレクター、一応ですねここ見えるかな、ここ今白くなってると思うんですけど、これを押すと反対側ねこう赤く、はい、出ました、はい、でこうなると打てると、でこっちでセーフティーで、これで打てないという仕様となっております。それでは実際に打ってみたいと思います。はい、シューティングレンジやってまいりました。ちょっと弾速は難しいかもしれない、一応測ってみようか。77.7、 81.92、 はい、一応 5m 打ってみます。本当か。はい、 7m いきます。もう何もないところに向かって打ってみます。
あのね、アホおバカ結構暴れるね。しっかり持っててもやっぱりちょっとこう振られるんで、サバゲーで弾が張るにはいいね。あ、かっこいい。まあスリングつけてこう、これでこう打ってんならね、いいかもしれない。ちょっと残弾が少し残るかな。ちょっと打ち切ってる感じだけど、少しやっぱり何発か残る。まあ ほぼね1200発打ててますね。はい、っていう感じで、サバゲー、これなかなか、まあ音がやばいからね、やっぱり相手からしたら多分脅威だと思います。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのはウィルプロ電動ガンマイクロミニガンジャパンバージョン。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。と、これね、今日借り物、棟梁ね、原の純ちゃんから借りましたんで、ありがとうございます。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。